オンタマは原作、前田昇、る作画、吉田による日本の漫画。コミック吉本にて連載されていたが、同志が休館したため、コミックガムに連載の場を移した単行本は全2巻。2009年8月から11月にかけて、全5話のネットアニメが配信された。小学4年生のイチゴは、母、美雪と、義父ゆうの3人で暮らしている。 しかし、有事はいつもみゆきに冷たい態度で接しており、家族の中は良好と言えるものではなかった。そんな中、イチゴが本当のお父さんに会いたいと願うと、謎の男によって両親の結婚する前、しかも本当の父親、京介の前に飛ばされてしまう。キャラウスで頼りない父と優しいお姉さん的な母。二人をくっつけるために、イチゴは奮闘するのだった。 ガムコミックスより観光。全2巻。2008年9月23日発売 ISBN978 から48億4 7 3万65832009年6月24日。発売 ISBN978 から48億4 7 3万6882009 2年8月7日から11月6日まで。 ニコニコアニメチャンネルで配信された。各週金曜日更新で、前後は。本作は、プロデューサーの池田東洋と監督の大井崎文都が、設立した、エンカレッジフィルムズの初の作品となる。二千九年十一月二十五日には、本編特典映像、第三話キャストシャッフルバージョン収録の、パキュラーエディションと、本編特典映像、第二話キャストシャッフルバージョン収録の、 パギャーエディションの2バージョンの DVD を発売。ニコニコチャンネルとインターネットラジオステーション温泉で配信されたネットラジオ。パーソナリティはカッピー役の久川彩と原作者であり、ピーチ役の前田昇。ありがとうございます。